まずトップバッター出てまいりました。私桂文珍の4番目の弟子で文五郎と申します。開口一番文五郎で一席のお付き合いを。お前何書いてんねん。お前何書いてんねん。いやいや違うがな。いやいやいや違うがな。お前はアホか。お前よりマシや。いらんこと書くなお前。最近の男は男らしさがないですな。いやいやもうらしさを求める時代じゃないんですよ。女は女らしくとか男は男らしくとかそんなのいいんです。いやなんか髪の毛伸ばしてなんかねえお茶飲むのも小指立てて気色悪いでしょ。どの人ですか。あの柱の横ですよ。あれは女の人ですよ。男ですよ。女、男、女。あんたなんでそんなことを言い切れるんですか。うちの娘ですから。ごめんなさい。すいませんでした。お宅の お嬢ちゃん。あ、それはこう。こうやりますよね。それはどうすごい離れてらっしゃったからね。ああそうなんですか。いやいやごめんなさいね。お父さんって分からなかったもんですから母親ですけど。尺の体ようこそお越しをいただきました。本日は文珍師匠の独演会ということでございましてたくさんお越しをいただきましてありがとうございます。もう文珍師匠も一席目随分ともう嬉しかったんでしょうね。たくさんのお客様がおいでになってもう喜んでしまいまして行さんやりすぎた言って今楽屋で倒れてはりますんで、起き上がってくるまでの間私の方でお楽しみをいただきたいなと思うんですがそんな長い時間試合いたしませんので時間にいたしましてほんのわずか8時間半ほどでございますので。ありがとうございます。宇都宮栄華師匠でございまして、結構なお三味線で、6歳から始められて、今日でちょうど20年でございます。そんなことを言い出して、30年は経ちました。お父さん去年の暮れから倒れてない。寝たきりになりまして。あそう、あれ今年の正月やったかな、お前んとこから男の人が来てうちのせがれの定をよろしくお願いします言うて来た男の人あったけどあれどなたさん。え、あれ誰、誰かな。いやあれ長い間うちにおるみたいですわ。どうもおかんとでけてるお父っつぁんやないか。何言ってんねん。もうええ加減な嘘ばっかり言うてからに芝居見てなかったんやろ。サスケはんがなお前さん道頓堀で見つけた芝居小屋の前歩いてんのを見つけたってこない言うてなかったな。なんで道頓堀川渡って向こうまで行きますねん。芝居見てたに違いない。言うてちょ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 芝居なんか嫌いでんねん。私もう芝居の看板見ただけで胸悪なりまんねん。もう意外となってもうそれはうわーくらくらってなりますさかいこうやってもう看板も見えようにこう歩いてもああそう。そない芝居が嫌い、嫌いです。ああそう。ほんならな、ちょうどええわ。いやいや、あのサスケさんに聞いたらな、今中心ぐらいやってんねや。投資でな、これがええらしいな。でな、お店総出でな、
中心蔵をな明日見に行くことになったんや。ところがな一人ぐらい留守番するもんがいるなと思ったんやけど、お前そない芝居が嫌いやったらちょうどええわな。お前さん留守番してて。田さん、なんでございますか。明日みんなあのお店袖で芝居見物。そういうこっちゃな。お前さんにはまた別に休みをあげますよってんな。留守番ご苦労さんやけどな、何でも聞くところによるとこの度の何でも山崎街道のな獅子がええらしいな。イノシシの出がええちゅうて。何でもな前足を中村鴈治郎さんがやって、後ろ足を片岡仁左衛門さんがやるし。そらもうあんな獅子は見られしまへんさかい、イノシシ見てきなはれってこんな言われてんねや。何笑ってんねん。何を肩揺らしてクスクス笑ってんねん。ダサダリ言ってなんで、あんたそんな大看板の人がそんなイノシシやったりしますかいな。あれは大部屋の若い人がね、かぶり物のイノシシのして舞台チューッと走るだけでが、そんなもうそんな大看板のお二人がもうそんなことやったりしますかいな。いやいや、わしはサスケはんに聞いたよ。聞いただけでしたら、わたら今まで見てたこれ。